新茶カパン、ササピー先生です。今日は面接ワンポイントレッスンをやります。とても簡単なので皆さんしっかりと見てくださいね。はい、まずは目線。はじめまして。はじめまして。キョロキョロしてると自信がないのかなとか嘘ついてるのかなと思われます。なので話すときは相手の目をしっかりと見るようにしましょう。はじめまして。はじめまして。失礼します。失礼します。失礼します。はい、手の指は程よく伸ばす。あんまりこうピーンとなってるのもかっこ悪いです。程よく伸ばす。で、力を入れずに自然に歩きましょう。そして座り方。はい、座る位置なんですけど、正式なマナー上は椅子深くに腰をかける。ですが深く腰をかけると寄っかかってしまう方もいらっしゃるので、椅子の 50% 付近に座るようにしましょう。で、あまり前でもダメです。落っこっちゃいますからね。失礼します。はじめまして。私はレーズイニャットと申します。今年25歳、出身は東京で、今はハノイに住んでいます。2010年ササピー大学を卒業。専攻は日本語。現在はササピー株式会社で働いています。私の趣味はコーヒーを飲むことです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は終わります。皆さん面接頑張ってくださいね。ではまた次回。お疲れ様です。